山下兄弟のこれ K だね。なんかこれでの資材を積んどんだよ。金だもんでもね、こういう感じで。これ棚作って。長門があるでどうしてこれで。ああ、なるほど、ね。ブレーキとかなー、横に、ああ。怖かったけど、高層あったからね。職人の知恵が出てきます。お疲れです。お疲れです。久々の逆向きの方がいいっすね。だけど、うん、後ろから撮ったら後ろからの方がいいですね、うん、顔だけあんまカメラの方見ずに今日はね、久々に現場見に来て山下兄弟のこれ軽だね。はい、軽トラっていうのこれ軽トラ軽は箱番箱番だね。箱番になんとこれでの資材を積んどんだわ。これすごくね。すごいっす来た瞬間びっくりしました。僕はすごいと思います。すごいよ。すごいと思います。あれでしょ、あれでしょ、みのりさんこっちに乗っとるんでしょ。はい、これどうしよう。毎回二人でまあまあ、しかもさ、ちょっと二人の後ろ姿映して。俺の感じと、はい、体でけえだよ。体でけえだよ。これいつも二人乗っとるでしょ。で後ろも絶対後ろある。なんで横に座る。狭い。あ、狭い。あ、両方だと年、お前後ろ行けって感じ。ワゴンの後ろもでかいもんね。うん、だけど荷物その分乗らんじゃん。もうここで十分、ここにも乗れたつもりで。あ、潔白で十分。そう、これ1トンあたり別10本軽く積めれる。10本乗る。はぁ、まあだからそれ以上は積まるけど、もう走らんでしょ、10本乗したら。積載力もあっとるで。ああ、そうかそうかそうか。だから全部自分たちで作ったのこれ。これちょっと開けてもいいですか。もうこれでもハケはハケ。すごいね。ローラー見えるか。見えます。ちょっと何が入ってますか。いろいろ。まあいろいろ。まあもろもろ。これもこれこれ仕事中現場に持っていくの。そう。上に上げる。上に上げるけど。上に入れるだけだよそれ。ああ、もう養生で今、トンガスとか入ってるけど、うん、あ、普段は養生だけ入れて。そう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 。これはソロガで、パテガとかそういうのが入ってるんで。これはそれ、ペットボトルなのか、なんかシールとか見ていいですか。意外といいです。なるほど。人の死体とか入ってない。あ、これ工具ね。工具関係な。おなかしになるよ、これ。あ、で火当てたらまずいもんね。あ、そういうこと。やっぱ、あ、やっぱ室内で火当てたらまずい。どうか。あ、これ細かいの全部持っとんだ。鉄板で乗るんだね。みんなハイエースぐらいじゃないと乗らんとか言うけど。全然余裕。ハイエースだったらもっと乗るんですよ。まあそりゃそうだよね。金だもんで、ね、もうこういうかもしれない。長物がある。長物をこの棚作ってまっすぐ乗せれてるんですからね。ああ、そういうことね、すごいですよね、これは。あ、そういうことか。はい、ここからね、ここにね、ね、井上さん、頭当たるでしょ。いや、当たらない。ちょっと乗ってもいいですか。あ、なるほどね。こう当たるけど、こう当たらなかったので、はい、うん、テレビも付きで、前も後ろもテレビ付きで。あ、ほんでここにも、こうやってカバンもこうやって引っ掛けといて、なんで、なんか出すために置くと、やっぱ、あれだ、ちょっと釣っとるぐらいが張っとるやがいいんだ。あ、なるほどね。すごい考えるね。これこだわってるな。はい、これゴムしとるもんね。倒れてこんし、はい、出しやすいやん。なるほどね。もう別にこういうふうに置きゃいいだけのことだと思うけど、これが倒れてくるでね。ちょっとなんかしたジュースとかも入れとけるし。いや、これ結構詰まっとるでな。道具も全部入っとるでな。18ボルトのドライバーからブロワーから。何これ、はい、よく電動工具持っとるね。これ視聴者の人はちょっといい勉強になるんちゃうかな。こだわりが詰まってません。鉄板でもこんだけやっぱりやれるんだぞっていう。これは何。ああ、なるほど、ね、ブレーキとかな、横に。ああ、はいはい、そうっすね。ああ、そういうことね。蓋がポーンって。ああ、なるほど。すごいな。ストッパーなんやな、それも。すごいよ。はあ、でこういうのも結構物乗っとるよ。空に乗ってますよ。うん、いや、思ったより乗っとるよ、うん。確かにそうやって言われてみたらめちゃくちゃ道具乗っとるね。
やっぱ使う？使うし、なんやいらんし。充電式、あ、なんかいざ中毒があった方が使えるし、うん、ほとんどだけ使う。いざっていう時に乗っ取らんと現場止まっちゃうでね。欲しい言う時、これもあるでしょ、なんか。それはあの、なんだっけ、まあなんか。これ何、これロープみたいなの、ロープ、あ、それ誰、屋根危ない時、あーそうか、体支えて、うん、あー、あ、体支えて、そうそう、足場から足場にロープ張って、そうそうそう、ちょっとパンパンにするのこれ、うん、ちょっとゴム製があるでしょ、ゴム製じゃない、登山用だもんで、あ、体巻いて一方だれ、手すりをかけて、うんうん、あ、これ貼っといて、そう、うん、あ、なんかあっても落ちんように、うん、それで命救われたことある、とりあえずまあ安心感は違うもんね。ああ、そうだね。お前の席に何も置いてないんだけど。前はもうほとんど。おまこちゃんがもう前全部占領したの？行き帰りあの状態だ。あ、そういうことか。前の人はちょっと広く使えて。上階だ。どっちがいいんですか？運転の方がいいのか？後ろの方がいい。基本運転したくない。あ、そうなんだ。でも後ろ狭い。こっちも広い。後ろの方が。うん、楽だよね。ああ、まあそうだよね、ここでね。この車の中にみのるさんの気持ちの思いは詰まってないの？全部作ってるのかもしれない。あ、マジ？みのるさんなんかし、なんかないの？もっと興奮してよとか。いや、それはない。ない、別にいいよ。自分の車じゃないので僕は。ああ、そうかそうか。こっちだもん、うん。こっちが勝手にやったら怒るし。怒る、どっちにしても。怒る。まあ、でもこれ電気もつけてるけどね。これは自動付けろ。うん、そう、で考えてほしい。自分だけ使ったことない、これ。お金かけずに。どうやって付けろ。これね、ああ、まあでもこんなのもちょっとした便利だね。便利っすよ。そっちもつけとく、落ちたてとかね。もう一個上のタワーちょっとね、もう室外機カバーが何か、あ、こう何、これコンセントは何使ったの？これは前のこれ、うん、お、ほんまや、引っ張っていってる。充電器をつけとんだ。すごいじゃん。すごいだ。あ、携帯とか。あ、ね、だテレビもつけて。そう、孫ちゃん後ろ乗るときテレビ見たい。で、前と後ろ別々のテレビ見えるんだ。一緒一緒、テレビ一緒。あ、同じ番組しか見えんだ。それ喧嘩にならんの二人で。バカ野郎お前。風が中京テレビだろ、バカ野郎って言って。それはあの、いろいろ考えてもね、ドアストッパーで挟む。あ、どういうことどういうこと。要するに閉まるでしょ、あの完全に。うんうん。これを上げて。あ、でも茶巾とか。これなんかそういうの。やめて。あの、要するに。あー。わかるでしょ。わかります。あ、ここで、ここで。あ、来たいのか。ちょっと。うん、風通し良くしたいのか。閉めると、あ、もう自動でなるな、これ自動でね。そうそう、まあ、自動で。あー。あー。そう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 。完全閉まるともう感想性悪いもんね。はい、うん、考えどんね。職人の知恵が出て詰まっとん。はい、じゃあ視聴者の皆さん、ちょっとたまにはこういう勉強になるような願いになったから、まあちょっとギャップがありすぎるよね。充電分なくいましたとかさ、お前やってけーとか言ってる動画と、こういうね、勉強になる動画と、まあやっぱあるけど、まあ普段はちゃんと仕事してますんで、これからちょっと現場のこともちょこちょこ撮っていこうかなと思ってるんで、あの、ぜひ職人さんのためになるような動画撮っていきますんで、ぜひチャンネル登録、いいねよろしくお願いします。せーの。また、みのるさん後ろ姿でも緊張しとるもんね。なんでここちゃだけやりませんよ。ちょっと入ってください。あ、OK ですか。Yeah.